はい、皆さんこんばんは。ホメオパシー周知週間、今日も始まりました。この前の時間はね、フラワーエッセンスのお話をさせていただきまして、皆さん聞いてくださった方もいるかもしれませんし、まだの方は後からアーカイブで見ていただければ嬉しいです。で、この時間9時からはですね、いろんな国のホメオパスさんと一緒に、座談会をしていきたいと思います。食と医療とホメオパシー、医食同源ということで、このホメオパシー周知週間を行っているんですが、そうですね、世界ホメオパシー周知週間って一体何って、突然今日これを見始めて思ってる方もいるかもしれないので、説明をさせていただきますね。4月10日から、16日までの1週間は、世界中でホメオパシーという自然療法を広める1週間の運動期間になっています。4月の10日というのが、このホメオパシーという療法を作ったサミュエル・ハーネマンという方が、誕生日というか生まれた時なんですね。で、それを記念して私たちは世界中でこの素晴らしい療法を皆さんに伝えましょうということで、いろんな活動をされている方がいらっしゃいます。で、その中で合同会社キルクルスでは、毎年いろんな対面のイベントをしたりとか、あとはまあコンサートをしたり映画会をしたりやってきたんですけども、この数年間はコロナでね、ちょっと人が集まるのも大変な状態だったりとかしたので、オンラインでいろんな方と対談をするような形で、皆さんにホメオパシーを知っていただくような動きをしています。はい。で、私はそのキルクルス、合同会社キルクルスの代表をしております、ホメオパスで自然療法ジャーナリストの藤田まどかと申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい。でね、私はイギリスでホメオパシーの勉強をしてきたんですが、ホメオパシーというのはね、知らない方のためにお話をすると、似たものが似たものを癒すという考え方をもとに作られた療法になってまして、自然界にあるもの、植物や動物や鉱物を使って私たちの体や心を整えていく、調和を元に戻していく、そんな療法なんですね。で、その療法は本当に80カ国以上で、もう世界で、西洋医学に次ぐユーザーがいると言われているほどの、国によってはね、医療として使われていたりとか、民間療法として日本のように使われている国もあるんですけれども、いろんな形でね、皆さんに使っていただいている療法になっています。で、今日はですね、いろんな国の方がいまして、私先ほど申し上げた通り、イギリスでホメオパシーを勉強して、イギリスには8年半住んで出ました。で、その他ホメオパシーを勉強するために、だいたい1ヶ月単位とかでいろんな国に勉強に研修に行ってるんですけども、例えばインドだったりギリシャだったり、オランダ、ドイツ、いろんなとこに行きました。で、その旅行というか研修に一緒に行っていた仲間もこの中には何人もいたりして、いろんな話がこれからも聞けるかなと思うんですけども、残念なことにというか、アメリカのね、アメリカ大陸の方たち、コロンビアだったりとか、アメリカだったりとか、そういった方たちにも声掛けしてたんですけども、ちょっとね、時差の関係でどうしてもね、出られないということで、ヨーロッパ寄りの感じになっていますが、はい、皆さん楽しんでいただければと思います。はい。ではですね、自己紹介をそれぞれしていっていただきたいと思うんですが、まず先ほどね、ちょっと私の両脇にいらっしゃるこのお二人がですね、インドにも一緒に行っているお二人で、インドのね、ホメオパシー事情だったり、食事情についても一緒にお話ができるかなと思っています。まずじゃあ、ミッチーからお話ししてもらおうかな。ミッチーはね、オランダ、ドイツの旅も一緒にしたりとか、ね、他のとこにもいっぱい一緒に行ってる仲間なんですけども、はい。今はオーストリアから今日はね、お話ししてくださいます。お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ミッチーことリンディク・トイミチオです。オーストリアの、チロル州の州都のインスブルックという町、この私の背景に出ているのが、その町の漢字の、後ろに、ノルドケッテ連峰という山々が見えているんですが、こういうアルプスの山に囲まれた麓の町で自然療法クリニックを開業しています。ホメオパシーの教育自体はイギリスベースのホメオパシースクールで受けました。オーストリアなんですが、ホメオパシーの生まれた土地、ドイツのお隣、
そうですね、下って言った方がいいかな、南側に位置しています。でそれをもっと南にはイタリアがあって、で、西側には、スイスがあって、で、東側にはハンガリーがあってということで、もうヨーロッパの真ん真ん中にあるような国です。で、発祥の地ドイツのお隣の国だけあって、ホメボシはとっても馴染み深いものなんですね。で、もうみんなが知っています。で国民のアンケートによると、国民の半数がホメオパシー治療を受けたことがある、もしくはレメディを取ったことがあるという結果があり、80%、女性の 80% は健康維持にホメオパシーを使っているというようなアンケート結果が出ています。やっぱり男性より女性の方がユーザーが多いんです、はい、やっぱりね、子育て中のお母さんのユーザーはとても多いですね。どこの国も同じ感じですね。はい。ありがとうございます。はい、ではですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた、こっち側のお隣にいる、まさこさん。私はまさこねえねと呼んでおりますが、もう、姉御肌というか、姉ちゃんみたいな感じですが、インドにね、一緒に行って、いろんなスラムのクリニックに行ったりもしてきました。はい。じゃあ、まさこさん、お願いします。はい。よろしくお願いします。イギリスの北ロンドン在住のマスユズマサコです。ホメオパシーの出会いはですね、15年ぐらい前になりますかね。長男がちょっと精神的に不安定になった時ですね。あ、その前ですね。結構この国は、普通の、こう、ファーマシーみたいなところでも、レメディーが売られてたりするんですね。王室が、ひろこさんからその辺いろいろ詳しく、お話聞けるかと思うんですけども、使われてたりとかして、一般的にも売られてるんですね。だから特にお子さんをお持ちの方は結構ホメオパシーを自然療法ってことで安全っていうことで使われてる方多いと思うんですけども、なので、私その頃ですね、偏頭痛持ちだったんですよ。で、頭痛にアニカがいいよってお友達がポロッと言ったのをきっかけに、ホメオパシーを知った感じで、あまり何も知らずに副作用がないよ、安全だよっていうだけで使い始めた記憶があるんですけども、でその後やめちゃってたんですけども、息子がちょっと精神的に、なんか不安定になった時に、補習校のカウンセリングを受けた時にね、うまく感情コントロールする力が発達してないんですねって言われて、発達障害と思って、で、ちょうどその時に、日本の、ゆいとらこさんが、DVD 講演会、発達障害とホメオパシーってことであったので、それに、たまたま出会い行ったのがきっかけで、なんだこりゃーって、すごいホメオパシーって思ったのがきっかけで、そこからもう知れば知るほど知りたくなるということで、学校に行って、ホメオパスになりました。で、そうですね。イギリスは、結婚のために来たんですけども、もともとそういったインドとかね、タイとか、そんな国を旅するのが好きで、あまり、自分からは来ようと思ってなかったんですけども、インドで、ジャマイカ人のイギリス在住の夫に出会いまして、でそこでイギリスに来ることになりました。で、ジャマイカ人も結構ナチュラルな、ものを使ったりとかするので、義理母とかもオリーブオイルを体に塗りまくってましたし、あとなんだかニンニク臭いわと思ったらニンニクティーとか、あとジンジャーティーとかもすごい量使ってボイルしてたりとか、うちの夫もなんだか分かんないルートをいろいろ混ぜたなんか飲み物を作ったりとかもしますし、あと本当に同志療法だと思うんですけども、喉が腫れた時は胡椒を喉チンコにつけろって言ってスプーンの柄で胡椒をつけて、本当にそれは効きましたね。なんかそんな同志療法のこともジャマイカでも行われてて面白いなと思っています。で今もホメオパスをしながら、あとやっぱり魂心体がやっぱりバランス取れてるのが一番だなと思って、そうすることで自分らしく生きることができるんじゃないかと思ってね。で、自分らしく生きられるようなお手伝いがしたくて、ホメオパシーもやってますけども、あとそういうイベント主催なんかもさせていただいてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
ルートを混ぜるって話が出てきて、もしかしたらちょっと分かりづらいかもしれないので補足をするというか一応確認しますけど、あれですよね、要するに根っこ、植物の根っこを混ぜてるってことですね。そうです、そうです。はい、うん、ありがとうございます。なんかね、そのイギリスだけじゃなくジャマイカの話もいろいろ聞いてみたいなと思いました。ありがとうございます。ではイギリスつながりで、じゃあ下にいらっしゃいます、こっちかな、ひろこさんに振りたいと思います。ひろこさんと私はね、イギリスの、シーズセラピーというね、予防接種の害で例えば自閉症になってしまったりとか、そういったね、なんか薬害をこう取り除くというか、こう元にね改善させていくっていうような、ホメオパシーの手法があるんですけど、そのシーズセラピーの勉強会というかセミナーでね一緒になったんですよね。はい、はい、で今ヘリオスというね、イギリスの、私もいつもお世話になっておりますって感じなんですけど、はい、レメディ薬局でお仕事されています。ひろこさん、お願いします。はい、よろしくお願いします。まどかさんとはそのセミナーずいぶん前ですよね。そうですね、ね、うん、そうですね。そう、私もイギリスに来たのは実は2005年にその語学留学をしたのがきっかけで、その時に初めてホメオパシーっていうのが何なのかっていうのを知って、それでこれはぜひ勉強してみたいと思って、それで戻ってきたのが2007年。でそれからずっと、まあ、15年ぐらいイギリスにいるんですけれども、私は日本で薬剤師をしていたので、まあ、自分がこう患者さんと接していて、まあ、これいつまで飲んだらいいんですかとかって、これ飲んでたら治るんですかっていう、やっぱ、窓口で質問されるときに、まあ、少しずつなんか疑問を持ち始めたのもあって、まあ、その語学留学でホメオパシーの話を聞いたときにすごく興味を持ったんですね。でその15年前に、2007年にイギリスに来て、まずイギリスのセンターフォーホメオパシックエディケーションという学校で勉強をして、でその後私もイギリスで今の夫と出会ったんですけれど、まあ、南アフリカ出身のユダヤ人ということで、まあ、その、まあ、面白いバックグラウンドの、まあ、私もこうなんていうのかな、そのマサコさんみたいにいろんな文化をこう吸収しながらロンドンに滞在しています。で、ヘリオスではイギリスでは3つ、イギリスというかロンドンでは3つメインの大きな薬局があるんですけれども、エインズワースっていう英国御用達の薬局と、あとネルソンズって OTC とか大衆薬に強い薬局と、あと一番新しいのがヘリオスっていう薬局で、私はそのヘリオスで勤務をしています。で、そうですね、まあ、この仕事をできるのはすごく、なんていうか、ありがなんていうかな、なんか日本語がうまく出てこないですけど英語でもいいですそうブレストっていうか、そのなんかすごくありがたいなと思うんですけれど、世界中からやっぱりいろんなこうオーダーが来て、であとやっぱりその電話で問い合わせが来た時に、まあ、一人一人の患者さんとこうお話をしてアドバイスができたり、あと薬局に来る人と直接お話をして、そうなんか少しでもこう笑顔で帰っていただけるっていうのは、すごくやりがいのある仕事だなと思って仕事させていただいてます。で、ホメオパシとしても、まあ、その薬局で勤めてない日は見ているんですけれども、そうですね、今活動をしています。で、イギリスは、そのいろんな国の人がいるので、逆に私が窓口で接していて学ぶことも多いんですよね。こういうのをこういう時に飲むといいんですよ、とか。で、そうですね、例えば、まあ、うちが夫がユダヤ人なので、そのユダヤ人の人は風邪をひくとチキンスープを飲むっていうふうによく言うんですね。で、まあ、調べてみると、まあ、そう、だから夫が風邪をひいたりするとチキンスープを持っていこうかなんてよく言われるんですけど、そうですね。で、その、もともとその11種ペニシリンって言われてるものなんですけれども、実際になんか何が効くのかっていうのはまだよく分かってないみたいなんですが、どうやらアミノ酸が入っていて、まあ、その中のシステインっていうのが、痰を切りやすくしたりとか、風邪にいいっていうふうに言われてるみたいなんですね。ですね。で、イギリス自身の食文化はっていうと、まあ、ローストとか、チップスってポテトフライみたいなものが、皆さん、フィッシュ&チップス食べたりとか、結構揚げ物が多かったりとか。でも、その一方で最近はそのオーガニックとか、なんていうのかな、ビーガンとか、その果物だけ野菜だけっていう風な食事をするようになってきてる人も増えてきて、
そういう、なんかな、新しいものをどんどん取れるとこは面白いとこなのかなと思います。うん、いろんな国の、いろんな形のですね。そうですね。そう、なんか言わせたことあるかな。どうぞよろしくお願いします。大丈夫です。これからたくさんも。はい、思い出したときに。はい、ありがとうございます。はい、はい、では、最後にエリコさんをご紹介します。エリコさんとね、出会ったのは日本なんですけども、トンガにね、もともと住んでたっていうことで、なんか、いつかトンガの話一緒にしようよってね、ずいぶん前からライブ配信のオファーはしてたんですけど、やっとその時がやってきました。よろしくお願いします。今日なんか素敵な壁紙で。そう、これトンガの、そう、マロエレレイ。トンガ語で、こんにちはで挨拶しますが。はい、これトンガのタパクロスっていう木の皮を叩いて伸ばして布状にして、それを何枚も重ねて、こう、絵を描いてある布なんですけども、原材料はね、あれです。なんだっけ、マルベリーだから、クワの木です。クワの木の皮薄く切ってってことなんです。そうそう、ペロリンってこう、うん、大根の皮むくみたいな感じで剥いた皮の部分をタン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 って水で濡らして叩いてっていうのをやって薄っぺらく伸ばすんです。はいはい。絵が描かれてるこの顔料とかは何なんですか、はい、やっぱそれも植物？そう、植物です。うん、何のが、何だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、クワの実ではない。クワの実ではない。茶色いね、染料なんだよね。うん、で、それを、ココナッツの、うん、殻の先っちょのとこがふよってなってる。ここを切り取ったやつを筆にして、その筆で絵を描くんです。繊維がこう、細くなってるとこですね。そうそう、そんな感じ。面白い。そうなんだ。お洋服もあれですか？トンガのお洋服？あ、これは全然関係ないです。トンガの洋服ね、こあ、そう、トンガといえば、皆さん、1月に、ね、海洋、ね、で、海底火山が爆発して、一挙に日本では名前が知れる国になってしまいましたが、それまではみんな、トンガに私いたんだっていう話したら、え、アフリカって言われるような感じで、全然みんな、そう、なんかアフリカっていう印象があるみたいで、トンガっていう語感がね、よくそうやって言われてたんですけども、海の国です。そう。はい。で今私なんかそんなこと言ってたら言おうと思ってたこと忘れちゃったんだけど。はい。トンガにはホメオパシーはない。な、そう、それが今現在どうかはちょっとわからなくて、うん、私トンガ在住ではなくて日本にいるので、うん、トンガに私がいたのが20年前ぐらいになっちゃうんですよね。なのでちょっと情報としては。古い。でも、トンガ人ってそんなにね、大幅に変わる人たちではないと信じているので、うん、まあ、あんな感じなんだろうなと思いながら、でもちょっと、今現在は本当にそうなのかはわからないっていうところはあります。はい。うんうんうん。うん、ね、なんか自然療法がすごい盛んというかね、うんうん、当たり前の国のイメージがありますね。そうですね。そうですね。うん、私がなんか頭痛でぶっ倒れた時にも、なんか、うん、怪しい葉っぱをいっぱい持ってトンガ人がやってきてくれました。どんな葉っぱなんだ。そう、何かわかんないんだけど、それをね、粉々にこう砕いたやつを、ビーってね、顔中に塗るの。で、それが、パラパラパラって落ちたら、普通の病気だよっていうふうにまず判別して、それが落ちずになんか、はっついたままだったら、それは悪霊の仕業だよっていう。でそれで悪霊だったら悪霊退散の儀式をやってくれて、私悪霊がついてるっていう判別を受けたんですけど、そう、その時にもその葉っぱ使ってなんか やってくれましたね。うん、でそのシャーマニズムみたいなこうお祈りとかみたいのをすると元気になるもんなんですか、やっぱり。その後確かに回復はしすぐにはしなかったんですよね、結局ね、うんうん。でもまあ回復はしましたけど、そのおかげかどうかっていうのは、うん、いう感じではあります。はいはい。でも、そう、薬をそんなに、ガンガン使うっていう感じではなかったので、なんだったっけ、子供が、なんだったっけ、水疱瘡だ。チキンポックスって、水疱瘡になった時は、海に入りに行くんですよね。
治療として。そうだから、なんか同僚の人になんか今日遊ぼうよみたいなこと言ったら、あ、ちょっと子供が水ぼうそうだから海行かなきゃいけないのよみたいな感じで遊びに行くんじゃない治療に行くんです。そうなんですね、面白い。なんか、うん、私イギリスに行った時にケントの方に行ったら、はい、あの海辺にその治療院みたいのがこうせり出してて、プールみたいのが、ね、いくつもあったんですよね。で、なんか昔そのビクトリア時代に海水療法みたいな、タラソテラピーじゃないですけど、そういうのがあって、うん、みんなそこに来てたって言ってました。なんかこう、工事みたいな感じで、海に入りに。でも確かにね、皮膚が産んだ時とかにも、海に入るといいって言われて、余計に産まないのって思ったんですけど、確かにね、良、はい、かったです。やっぱ塩がいいんですかね。うちの夫も海に入れ。うん、言いますけどね。共通かもね。人がいいのかなって、海水が。だってね、アトピーの人とかもこうエプソムソルトとかをね、お湯に入れて入ったりとかするの勧められたりしますよね。確かに確かに。ね、なんか塩の謎がなんかいろいろ面白そうだと。ね、思いますが、でもなんかそうそう。塩からもレメディーありますしね。ね、そうですよね。そう、ナトミアっていうね、塩から作ったレメディーがあって、あとシーソルトのレメディーもありますもんね。原発の近くのシーソルトのレメディーもありますけど、ピンチェルシーシーソルトもありますが、そう、塩はね、結構いろいろ使いますよね。本当ホメオパシーでも、だし、自然療法でも。で、なんかその自然療法でさっき木の皮でちょっと思い出したんですけど、コンゴかな。ピグミー族のと一緒に住んでたっていうか、日本の国の派遣で行かれた方だったんだけども、住んでいろんななんか調査をしてきた先生が私お友達で、でなんか自然療法のお話をしていたら、まあその人は自然療法じゃなくて森の調査とかをしてる人なんですけど、自然療法の話をしてたら、まどかさん絶対興味あるよとか言って教えてくれたのが、なんかピグミーの人たちは植物療法だったら、普通私たちって草を使うのが、なんかこう、お花とか草とか使いたくなるじゃないですか。うん、だけど、ピグミーの人たちは木を使うんだよって言ってたんですよね。で、なんか、面白いなと思って、やっぱりなんか木の皮とかをよく使うっていう話をされてたんですね。で、なんか木の皮といえば、まさに私たちホメオパスとしてはね、なくてはならない一番最初に作られたレメディーが、キナの皮というね、チャイナというレメディで、マラリアの特効薬だって言われてたキナの皮で、サミュエル・ハーネマン、その4月10日のね、誕生日だったハーネマンが、一番最初に実験をして、一番最初にマラリアの薬、まあ、今ではね、なんかそれこそコロナでも使ったりとかね、してるレメディになりますけども、そのチャイナっていうレメディを作ったのが最初で、やっぱ皮かと思って、すごいなんか面白いなと思ったんですけど、ねえ、なんか、日本でも結構木の皮だったり、あと、なんだっけ、フィンランドとか行くとね、白樺の木の枝をバタバタに、なんかこう、体に、こう、叩きつけて、免疫力アップしたりとかね、そういうことにも使われてたりとか、あと、樹液なんかもね、なんか、こう、白樺の樹液ももちろんだし、メープルみたいなものもあったり、いろんななんかこう、自然療法に使われてるものってあるなって思ったりとかするんですが、なんかオーストラリアと、ごめんなさい、オーストリアとかイギリスとかもなんか、追いつくものあります、なんか木の皮とか。そんなでもないか。イギリスは私もなんかあんまりそんな思いつかないかな、木だと。木の皮を使うっていうのはあんまり馴染みはないかもしれないですね。やっぱなんか、南国というか、なんかそういう感じかな、インドとか、トンガもそうかもわかんないけど、あとね、そうアフリカとか、なんかそういうところだと、やっぱり木とか多いのかなとか思ったり、あと、なんか日本では、あれですよね、三年番茶とかって、葉っぱじゃなくて、木の部分とか、木の部分が多ければ多いほど、妖精が強くなるっていうので、ね、3年間、こう、もう、わさわさに、こう、野生化した木を、ね、根元から切って粉砕して作るお茶があったりとかしますよね。なんか、
いろいろ気も面白いなと思いながら、で、なんか今三年番茶のお話をしたんですけども、まあね、なんか私たちホメオパスとして、まあ、レメディ自体もね、国によっては薬品というよりは食品として販売されている国も多かったりするし、日本もそうだと思うんですけど、こうお口に入れることでね、なんかなんていうのかな、お口に入れるものすべてが、やっぱり、こう、私たちの命の元になっていくものなんだと思うんですよね。または毒にもなるみたいなところもあると思うんですけど、例えばいいと思ってるものもたくさんね、過剰摂取してしまえば、それはね、悪い方に働いたりすることもあるでしょうし、いろいろこう、やっぱり調和というかバランスが必要だなって思うところでもあるんですが、ね、皆さんの国の食事情とか、まあ、例えばそういう健康事情みたいなところで、何か思いつくこととかあります？なんかそういえばね、なんかオーストリアの食生活なかなかちょっとね、こうお野菜が少ないとかそういうイメージというか、私もねお邪魔した時に結構ね、なんか例えばこうソーセージのようなものだったりとかね、なんかチーズだったりとかすごく多かったなってイメージがあるんですけど。そうですね、そう、やっぱりね、うん、お肉文化なので、お肉乳製品文化なので、お肉ドーン、じゃがいもドーンって、あとちょこっと彩りにお野菜みたいな感じの食事が多いんですよね。で、3食、1食、3食、まあ、食べてる人が多いですけど、その火を使う料理って1食だけなんですよ。うん、お昼ご飯だけなんですね。で、朝は、まあ、コーヒー、とか紅茶とかパンを食べる人がすごく多くて、でお昼に家族みんなで温かい食事を囲むっていう食文化があって、で夜はカルトって呼ばれるんですけど、冷たいっていう意味でね、全く火を通さないもの、パンと例えばサラミとハムとチーズとっていうのがこう食卓にこうバッて並べるだけっていうような食事なんですね。だから私なんか、日本から来た私なんかから来たら、例えば何品目食べましょうみたいな、日本人ってすごく気にするじゃないですか。あるある、ね、すごくたくさん多種目食べるのがいいみたいなとこから来た人にとっては、これだけっていうね。結局3食パン、3食ハム食べてるような人がすごく多いんですね。加工に毎日みたいな。なんか必ずしも健康的ではないし、絶対的にミネラルとかビタミンが不足してるなって私なんかから見たらすごく不健康な食事だなって思ってたんですけど、実はその健康的健康人口みたいなもので見るとすごくいいんですよね。健康な人も多いんです。慢性病抱えてる人も少ないし、で特に私の住んでるチロル州なんかだと、そのオーストリア全体の中でも長生きなんですよね。健康で長生きっていう人口がすごく多い。で、なんでなんだろうって、子供たちもめったに風邪ひかないとか、そのね、シーズナルフル、そのインフルエンザとかで学級閉鎖になるなんていうことも聞いたことなかったし、なんでなんだろうっていうことをこう観察してきたんですね、自分なりに。はい。で、そしたら、やっぱり食事をすごくリラックスして楽しんで食べてるっていう部分と、あとこう自然の中で食べるとかね。うん、例えば、ね、夕ご飯がパンとハムと申し訳程度のキュウリとレタスぐらいだったとしても山に行って友達と一緒に食べるとか、こうすごく豊かな中で食べて楽しみながら食べてるっていうね。で、私の友達の日本人のお母さんなんかだと、もうどうしても子供に健康的なものを食べさせたくて、もうとにかくすごいストレス抱えながら、保育園を迎え行って帰り買ってきて、スーパーで買い物して、まあ、とにかく何品目も作って、みたいな、ものすごいストレスフルな感じで、で、子供になんで食べないのと怒りながら食べてたりとか、そういうお家が多かったので、あ、もしかしてこれって、まあ、食べるものももちろん大事なんだけど、どう食べるかっていうのが、楽しみながら、リラックスしながら、おしゃべりしながらっていう、そういう環境だったり、食べ方だったり、とか、そういうのが実は、そういうのも実はすごい大事なんじゃないのかなっていうふうに気づきましたね。うん、
や、絶対そういうのありますよね。例えばどんなにいいオーガニックの野菜で、なんかとてもね、高級なものとかを食べていても、パソコンの前で仕事しながら食べてんだかなんだかわかんないような食べ方をしてたりとか、あとすごいなんかもう喧嘩しながら食べてたりとかをしてたら、もう絶対なんかそれがね、まあ毒とは言わないまでも、なんかいいものとして体の中に入らなそうですよね。なんか、ちょうどあの夜の部で、里健さんとお話ししてたんですけど、その時にやっぱなんかこうね、どれだけ食物に、どれだけ私たちのこう、愛だったり感謝だったりとか、そういうものが入ってるかみたいな話とかもしてたんですよね。で、そういうところでね、こう会話だったりとか、そう、すべてがこう調和した状態のものを、こうね、いただくっていうのと、なんかぐちゃぐちゃってなってるのと違うと思うんですよね。で、あと、なんか、その、例えば悪いものであったとしても、なんか私すごい覚えてるのが、前にね、なんかホメオパシーの講座をやった時に、講座と講座の間にお昼休みがちょっとあって、で、私買いに行く時間ないからもう食べなくていいやなんて思ってたら、一人の方が、私なんか買ってきてあげますって言って買ってきてくれたのが、なんか牛の、なんか餅みたいな、なんかそういう、なんて言うんですか、なんとも言えないやつだったんですよね。で、もうなんか、ありがとうございますって、まあね、感謝していただこうと思って、たら、なんか、それを見てた、次の会に来た子供が、子供とお母さんがいらっしゃって、で、その子供がなんか、僕もあれ食べたいみたいに泣き始めたんです、ちっちゃい子が。そしたらお母さんが、あれは毒だからとか言って、すごいなんか言ってて、私毒食べてますみたいな。しかも買ってきてくれた人もそこにいるのに、あーみたいな、なんか、んですけど、でもね、なんかその本当毒だと思って食べる人とそうじゃない人との違いみたいのって絶対ありますよね。またね、なんかそのでもすごい面白いっていうか不思議だなと思ったのが、チロルとかって涼しいというかね、寒いところじゃないですか。そうなんですよ。火を使うものが少ないんだね。そうだからね、この人たちってすごい陰性のね、陰性体質に偏って冷えとか多いんだろうなと思っていたら、ところがどっこい冷えないんですね。というのが、やっぱり自然の中で体を動かしている人たちがすごく多いので、そこでバランスが取れているのかなと思うわけですよ。そうかもしれない。まあ、逆に寒いから火を通さなくても腐ることも少ないのかもしれない。それはそうかもしれないですね。こう考えると、トンガとかはやっぱ火通して食べないとみたいなあるんですかね。そんな、そうですね。生のものってあんま食べてなかったですね。やっぱそうなんだ。どんなもの食べてるんですか、トンガって。トンガはね、メインは芋なんですよ。ヤム芋とか、タロイモ、サツマイモ、あと、マニオケってなんだっけ、キャッサバか。キャッサバとか、あと、バナナの、食用バナナってこんな太いバナナ？を茹でて食べたりとか、あとパンの実とか、それは全部やっぱり火通して食べてますよね。で、そういえば、今思い出しました。生の野菜は食べるなって言われてました、私。私、青年海外協力隊員としてトンガに行ってたんですけれども、当時の所長が生野菜食べて、それでね、関東充血吸虫っていうやつ、やられちゃって、急遽日本に帰国したりとかしてたので、生野菜は食べるなって言われていて、で、トンガでは、とにかく、なるべく火を通せっていうふうに言われてました。マクロビもそうじゃないですか？火はあんまり、そうですね、中はあんまり食べないですよね。ね、面白いですよね。なんかそういう火を通すのね。あ、でもやっぱり、魚は生で食べてました、ね。あ、刺身？そうそうそう、おたいかって言うんですけど、おたっていうのが生っていう意味で、イカが魚なので、生魚ってそのまんまの名前なんですけど。何つけて食べるんですか？お醤油じゃなくて。ココナッツミルクですよ。ココナッツミルク。塩とレモンとココナッツミルク。へぇ、美味しいんですよ。すごい。食べてみたい、それ。でもそれぐらいかな、生のものって考えてみたら。じゃあ、お芋と刺身がお皿乗ってる感じなんですか？あ、でもね、そのね、刺身、おたいかは健康的なバージョンで、多いのは、シピって言われている、
お肉、お肉って言っても、そのシピって、英語のね、シープから来てるんですけど、オーストラリア、ニュージーランドが近くて、あっちで、食べてる羊肉のいらない部分、このあばらの部分なんですけど、もう油分が多すぎて、オーストラリア人、ニュージーランド人は食べないっていう部分をトンガに安く流してたんです。ひどい。で、ほんとそれね、その塊のうちの5割は骨で、3割脂肪みたいな、そんな肉なんですけど、それを片手に、こっちの手には芋みたいな感じで、こういう感じが多いかな。そうなんですね。面白いですね。そっかそっか。いやでもね、そういうふうに考えると、まあなんか私もイギリスに住んでたせいだからかわかんないけど、なんかイギリスはね、もちろん日本食とは違うけれども、なんか結構日本人に馴染みやすい食事でしたよねっていうイメージがありますが、お二人いかがですか？ああ、私、やっぱり家族がイギリス人ではなかったので。はいはいはい。そういう意味では私が一番本物のイギリス人かもしれない。イギリスがなんかは、来た時はもう芋しかなかったのよってよく言ってます。私たちが米とかいろいろ教えたのよとか言って、って言ってましたけど。ね、はいはい、お芋はやっぱり、美味しいなと、この国は美味しいなと思いますよね、ひろこさん。お芋ってポテトですか？じゃがいも？じゃがいも、うん。うんもう何にでも、人参なんか。もうね、マッシュポテトって言って潰すとか、あと揚げるとか、あとローストポテトって言って、本当ね、ダックファットって、なんだ、何ですか、鴨の油でね、オーブンで、カリカリにしたじゃがいもがあったりとか、なんかとにかくいろんなパターンのじゃがいもがついてきますよね。そうね。そうですね。ねそうそう。なんか、そう、ね、じゃがいももそうだし、あと今、人参の話をね、ひろこさんしてくれた、ねうん、そう、うん、なんか人参の味が結構、なんかかな、濃いというか、なんか日本で、ねうん、食べた人参の味とちょっと違う感じがするの。うん、なんか味がすごく。日本の人参あんまり好きじゃないんですけど、うん、イギリスの人参は生でポリポリ食べる。美味しいですよね。細めですよね。うん、細め、うん。そうですね。ね、なんか、このまま食べれるような。うん。うんでもなんかそう、私の元パートナーはまあイギリス人だったの、純粋なイギリス人だったので、すごいなんかこう、毎週日曜日は家族揃ってローストみたいなお家だったの、うん。で、はい、なんかお肉がバーンって乗っかってて、じゃがいももまあそこそこあるんだけど、なんかそれこそちっちゃい人参が2本とか、なんか、で、芽キャベツが2つみたいな、なんかすごい本当、さっきのミッチーが申し訳程度の野菜って言ってたんですけど、なんかそういう感じの、うん、なんかご飯がいつも出てたイメージがあります。そうですね、私もそういう感じです。ただ、フルーツはベリーがいっぱい種類があるので、うん、そこがすごく楽しめるかな、なんかストロベリー、ブルーベリー、ブラックベリー、ラズベリーとか。今のからずっとこう、いろいろね、秋までありますもんね。そうですね。うん、確かに野菜の種類は少ないかもしれないですけど、うん、その辺は楽しめるかなと思います、うん、でそれが終わったら今度リンゴとか梨とかが出てきてまたそのねそうなんか、うん、日本では洋梨って言ったら洋梨しかないけれどなんか、うん、ですごい梨の種類とかも多かったりリンゴの種類もすごい多くて、うん、私が働いてた私ガーデナーをしてたんですけどお庭ではナショナルコレクションのお野菜とか果物をやって作っていたのですごいねもう一つずつの木のリンゴの味が全部違うっていうのですごいなんかいつも楽しんででもいたんですけどすごいねなんかイベントアップルアフェアっていうイベントがあってその時にリンゴ師みたいな人が来るんですよでなんかうちのリンゴをなんかお庭にあるリンゴなんかイギリスって結構ねお庭にリンゴあるお家多いですよね、うん、でもみんななんか買った時とか借りた時から植えてあるから自分の木が何の木か分かんないじゃないですか、うん、でそのリンゴを思いでそのリンゴ師の人が来る時に持ってくと、うん、なんかその人が食べたりとか匂ったりとか形見たりしてこれは何とかのリンゴだねって教えてくれるんですよね、うん、面白い、うん、のリンゴ見てほしいあるけどね火通さないとね食べれないようなリンゴも
そう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 。ね、そのままだと全然美味しくなくて、クッキングアップルね、ありますよね。一つね、ちょっと思ったのは、私が言ったわけではないんだけど、私もイギリスのことあまりよく分かってないけど、イギリス人がもし健康と思うんだったら、まあ、リンゴをよく食べるのと、アップルビネガーとか、あと、ほら、ポテトチップスが、ポテトフライにもビネガーとかたくさんかけるじゃないですか。それが健康のもとなんじゃないって誰かが言ったことがあるんですけど、日本もやってるけど、リンゴ酢とかもね、やっぱりこっち、もしかしたらたくさん使われてるのかな。あと、リンゴ食べると医者知らずとか、います。ね、確かに確かに。リンゴはすごい栄養素も高いしね。で、リンゴ、ほんとリンゴ酢、すごいいろんなのに効きますもんね。それこそコロナのね、症状にもすごいいいって言われてて、リンゴ酢飲むといいとか、リンゴ酢にお湯入れて蒸気吸うといいとか、なんかいろんな話があったりとか。すごい、咳にはてきめんに効きますよね。ね、ですよね。そうそう。お料理にも使いやすいしね、そんなツンとする感じじゃないから。で、あ、そうそう、なんか私、その ガーデナーやってた時に、和精油っていうお祭りをやってたんですよね。もう今、廃れちゃってあんまりないみたいなんですけど、なんかオーチャードっていうリンゴ畑で、そのリンゴの収穫が終わった、まあ、冬の時期に、自分のとこで作った、そのサイダー、要するにシードルですね、日本で言うと。リンゴのお酒を木にかけてね、子供を妖精に見立てて、なんか木の上に座らせてたりとかして、なんか詩を読んだり歌ったりとかするっていうのがあって、そう、なんかそういうね、なんか食物に感謝するっていうか、その食物を作ってくれる大地や、その木に感謝するっていう、なんかそういうお祭りみたいのを、すごいなんかイギリスは素敵だなと思ってて、まあ今だんだん廃れてるのであれですけど、私たちいた地域がすごいペーガンって言って、こう自然のね、神様とかを大事にしてたところだったっていうのもあると思うんですけど、ね、といえば、この週末イースターですよね、17日。ね、アイルランドではセントパトリックデイも同じ日だと思うんですけど、17日で。そう、なんかね、ヨーロッパの皆さんはイースターどんな感じなんですか？ね、イギリスは、あれですね、ホットクロスバンズ。パンケーキ。何ですか、それ。パンケーキから始まって、イースターのね、始まる前に、レントって言って断食の期間があるんですけど、その断食の前にパンケーキを食べるんですよね。お家にあるものを食べて、まあ、パンケーキって言っても日本で言うとお好み焼きみたいな感じなんですけど、家にあるものをこう片付ける。で、その断食に向けて片付けるみたいな感じで、そう、なんか小麦粉と混ぜて焼くみたいなのをやって、断食期間が始まって、で、イースターで食べれるようになるんですけど、そのイースターの時にね、食べるもの、まあ、イギリスの、まあ、うちの家庭では、だいたいなんかチキンかラムのローストだったんですけど、で、あと、まあ、ホットクロスバンズって言って、オレンジピールとね、レーズンが入った、バンズ、こういう丸い、パンで、白いね、こう十字が入ってるんですよね。そう、そのパンを食べたりとか、あと、なんだっけ、卵。で、エッグハントとかしたりもしますけど、今はチョコレートの卵をすごいみんな子供たちが食べすぎるぐらい食べて大騒ぎになるっていうのがありますが、そうそう、他の国ではどうですか？なんかオーストリアはなんかやっぱりね、イースターの前の40日間は、うんうん、その断食、まあ、断食って本当に食を断つわけじゃなくて、うんうん、何かを断つっていう習慣があるんですよね。そうそうそう、例えば私は今回は砂糖を断つって決めて、うんうん、40日間、一人だと難しいので、グループでやってるんですけど、仲間と一緒に、食べてない？今日食べてない？みたいな、お互いこう、見張りながらやってます。で、それをね、お酒を断つ人もいれば、まあ、チョコレート断ちの人もいれば、女断ちをする人もいれば、いろいろなんですけど、まあ、何かを我慢するっていうね、ことで、でイースターで弾けて、やっぱり食べ過ぎて体調崩すって人多いですね。やっぱそうなんですね。すごい、それはね、本当私もいつも思ってました、イースターのために。そしたら日本に帰ってきたら、やっぱり今ちょっとコロナであんまりあれですけども、なんか
そのインフルエンザにかかる時期って、だいたいクリスマスの2週間後、バレンタインの2週間後、ホワイトデーの2週間後みたいな、なんかそういうのがいつもあるんですよね。だから絶対食べ物で、なんかこう体調崩してるのが明らかじゃないかなってすごい思う。ですです。うん、バカ食いして体調崩してる人多いですね。ねえ、多いですよね。そう。まあね、じゃあ、例えばなんかユダヤ系とかだとどんな感じなんですか？イースターはやらないかな？やっぱり。イースターじゃなくてパスオーバーとかっていうのかな、全然違う。うん、でも、はい、ホリデーの日にち自体は一緒で、うんうんうん、なので似たような感じですけれど、うんうん、イースターね、知らない方は新月の最初の日曜日ですよね。新月が終わった後の最初の日曜日がイースターになるんですよね。だからなんか毎年違うんです。いつも同じ日じゃないので、うん、そこがちょっと難しいとこなんですけど。そうそう。で、ジャマイカとかはどうなんですか？イースター、まあ基本的にキリスト教の人が多いのかな。だから、うん、うちはキリスト教ではないので、まあ、あえて、まあ、子供が小さい時はね、チョコレート隠したりとかはしてましたけど。はいはい。うん、あの、クロスターはね、チーズ挟んで食べますね、ジャマイカ人は。へぇ、必ずチーズ入れてますね。ほうほう、面白い、うん。そっか。え、トンガはなんか、まあ、もしかしたら、面白い。トンガは、イースターの時に何かしていたっていう印象はないんですけど、でも、基本的にっていうか、みんなクリスチャンなんですよね。しかも、それもかなり敬虔なクリスチャンなので、日曜日は全てが、シャットダウンされるんですよ。もう街はゴーストタウンで。空いてる店は一切なしっていうような状態になるんですけど、だから何かやってたような気もするんだけれども、何か特別イースターだからっていうような大騒ぎをしていた記憶はないです。そっかそっか。あ、でもなんか、そのイースターのね、この起源みたいなペーガニズムって、このね、自然信仰から見ていくと、もともとはやっぱりね、なんかキリスト教のお祭りではなくて、そのね、命の始まりを祈るとか、祝う、日だったっていうのがすごく大きくって、で、なんかいろんな国を調べていくと、やっぱりイースターという名前ではなくても、同じようなことを、お祝いを、これからの収穫に向けての、例えば日本だったら、ね、今の時期ってこれからゴールデンウィークぐらいに向けて、田植えが始まったりとか、お茶摘みが始まったりとか、いろんなこの作業が始まっていく時期だったりするんですよね。で、それに向けて、こう、お祈りをするような、なんかそういった、儀式が行われることが多かったりとか、まあ、セントパトリックでもそういうのあるのかなとかも思うし、あと、日本で、そうそう、ちょうどね、お花祭りって、お釈迦様の生まれた日が先週あったんですよね。まあ、なんかそういうのもね、結局、同じような時期にそういったお祝いがあったりとかするのかなっていうのがすごいあって、そう、なんかどこの、いろんな国で見ていくと、やっぱりね、なんかその、こう収穫が始まるときっていうか、種まきの時期と、収穫が始まるときと、収穫が終わったときと、こうちゃんとね、なんか自然の、その、なんだろう、雨土、いろんなものにこう感謝していくっていうのがね、あって、それがなんかこう宗教が始まってったのと同時に、こう吸収っていう言い方がいいのか悪いのかわからないですけど、ね、一緒になっていたっていうのがすごいあるのかなっていうのを思ったりもします。やっぱね、なんかそういうお祭りには、こう、食が必ずついてきたりとか、あとね、歌だったり、踊りだったりっていうのがね、結構あったりしますけど、なんかトンガとか踊ってるイメージがあるんですけど。うん、踊りもするし、食べるのがものすごいです。もうね、こう、人が集まってとにかくお祝いとなったら、もうすごいフィーストをやるんですけど、うん、もうテーブルの上中にお皿とお皿が重なってて、テーブルの地面が見えないぐらいに食べ物、うん、食べ物食べ物うわーっていうのを徹夜でみんな準備して、うん、で、その時にはもうなんかそこに関係してる人関係ない人関係なくそこら辺歩いてる人とか、うん、あーこっち来て食え食えみたいな感じで誰でもウェルカムで、そこに座って食べるみたいなのはよくやってるんですよ。そうなんですね。そういう時のご飯はどんなご飯が出るんですか？まず一番のメインは豚の丸焼き。
バン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 って豚がダン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 と並んで、その脇をいろんな、その芋だとか、あと春雨を炒めたようなやつとか、面白い。うん。もうすっごいいろんなもの、ありとあらゆるものをトンガ人、徹夜で準備していて、でもまあ、徹夜で準備しててって言っても、トンガ人のんびりやるので、日本人の主婦がやったらもっと早くできるんじゃないかと思うんですけども。徹夜しないで済むかもしれない。そうそうそう。うん、そうなんですね。でもね、豚の丸焼きって豚結構いるんですか？飼ってるの？みんな。豚はね、飼ってますね。で、そういうお祝い事の時に食べる。そうなんですね。なんか私の元パートナーはヒッピーだったので、結構なんかヒッピー文化でもすごいホグローストって言って、豚の丸焼きよくやるんですよね。なんか誰かの結婚式とか、なんかみたいのがあったりすると、必ず出てくるお料理。そうそうそう。トンガもそうですよ。あ、でもそれって大きな豚？いや、そんな大きいの。こう1メートル、もうちょっと。あ、でかいでかいでかい。トンガでは小豚なんだよね。うんうん、これぐらいの。うん、小豚サイズの豚ちゃんを丸焼きにしたのがどんどんどんって付けの上に並んで、じゃあ大人になるのを待たずにってことなのかな。そうそうだね。で大人ちゃんはまた自由にそこら辺を行き来して子供を産んでくれるのを待つみたいな感じかな。はいはいはい、あ、じゃあまあイギリスでラムを食べるみたいな感じのあれ かもしれない。うん、ね、そう、なんか今の時期、本当ラムが生まれる時期で、すごい私ガーデナーしてた時は、敷地内っていうかエステートっていうんだけど、エステートの中でやっぱり羊も飼ってたりとかしてたので、羊飼いの人たちがいたりとかして、でもうなんかこの時期すごいそのちっちゃい子たちが可愛いんですよね。ぴょんぴょん跳ねたりとかして遊んでて、そう、なんか今の季節すごい大好き。なんかもう早く行きたいみたいな感じになりますけど、話してると。そうそう、ぜひ来てください。ね、本当に。そう、ね、でもなんかそう、せっかくなのでひろこさんにね、ホメオパシーの薬局の話とかちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。はい。ね、なんか日本にももちろんホメオパシー薬局はまだないし、でオーストリアはあれですよね、なんか専門の薬局もあるのかな。あれだけど、私が行くときは結構ね、ドラッグストアみたいなところで普通にね、売ってたりしてますね。どこの、どんな街角でも買えますね。どこの薬局でも買える。オーストリアはレメディアとかってあるのかしら。そうですね。レメディアが一番有名かな、世界には。路面店もあるんですか、レメディアは。レメディアありますよ。そっかそっか。なんかどんなオーストリアとイギリスのその、ファーマシーの違いとかちょっと知りたいな。そうですかね。で、イギリスは自由にこう購入できるので、その辺がそのオーストリアは多分お医者さんの処方がないととかそういうのがあるそう、あ、でもね、ポーテンシーってそのね、レメディーのその希釈の度合いによって違うんですけどね。はい、それのポテンシーによっては自分で買えるっていう、低いポテンシーだったら自分で買えるみたいな感じです。なるほどね。イギリスはその辺の制限が特にないので、ホメオパスに買ってきてって言われたら、それをそのまま本人が買える、処方箋がなくてもっていう自由なことがあるんですけれど、ホメオパスじゃなく、ホメオパスしか買えないのもあるんですか。あります、あります。あ、そうですよ。で、あとそのオンラインで買えるのもやっぱ限りがあって、その専門、やっぱホメオパスが専門で使うようなレメディーはオンラインで自由に買えるようにはなっていないので、レメディーによっては電話したり、あとはメールしたり、あと直接お店に来たりじゃないと買えないものもあります。そうですよね。あ、じゃあサイトで出てないやつでも扱っているものがあるっていうことなんですね。はい、そうです、そうです。そう、お電話ね、すれば対応してね、くださいますよね。あ、そうですね。あと薬局で、あ、どうぞ。あ、どうぞ。いいです、いいです、どうぞ。いやいや、いや、ま、
今ちょっと思ったんですけど、その薬局にそのホメオパシーをすごく一生懸命やる人でも、やっぱ食事が乱れてると全然ホメオパシーが効くわけではないので、うん、ファーストフードはちゃんとやめて、ホメオパシーは、うん、食事に気をつけてっていう話はいつもしてます。やっぱりそうですよね。そうね。ホメオパシーではメンテーニングコーズといってね、メンテナンスしなきゃいけない要因で、ホメオパシーの私たちが、ホメオパスの私たちが、いくらいいレメディーを選んでもね、その治癒を妨げてしまう要因っていうのが、オブスタクルオブキュアだったりしますけど、そういったものがね、もう本当食事だったりとか多いですよね。そうですね。ね。でも不思議とそのクライアントさんたちを見てると、うん、ホメオパシー の, その治療の過程の中で例えばもう甘いもののどか食いが止まらなかったっていうね、うん、もう本当に気持ち悪くなるまで甘いものを食べちゃうみたいな人もそのレメディを取っていくうちに、うん、あそういえば甘いもの欲しなくなってますとか、うん、よくありますよね、うん、そうですね。お酒すごい飲む人がねなんか私、うんお酒飲まなくても大丈夫なんですよみたいなこと、ね、そうそうよくあるよね、うん、やっぱその体が不調だからこそ欲しくなってしまうものって絶対あると思うんですよね。例えばね病気で言えばカンジダだったりとか、うん、ガンだったりとかってやっぱり病気が自分がなんていうの育つために必要なものを人間に欲しくさせたりするじゃないですか。だからさ、うん多いものが食べたくなったりとか糖がねすごい必要になったりとかしちゃうけどその健康になっていけば本当バランスが取れて自分が今何欲しいのかちゃんとなんか自分の力で考えられるようになるっていうか感じられるようになっていくっていうのがやっぱホメオパシーの面白いところでもありますよね。そうそうそう頭じゃなくてね体で分かるようになるっていう本当本当ねね、なんかすごいそこの、なんていうのかな、ホメオパシーのすごい素敵なところだなって思うのが、そのもちろんね、なんかこう、大体皆さん、こう、調子が悪くて来るじゃないですか、ホメオパスに会いに。で、もちろんその症状を取り除いてあげるというか、まあ、改善させるのはね、もちろん主の目的の一つかもしれないけど、もっともっと私たちは、もう違う次元でというか考えてて、その人がより暮らしやすく幸せになっていく。その結果、まあ、健康もね、取り戻せていけるみたいなところで、こう全てを、ね、ホリスティックに見ながら考えてるじゃないですか。うん、まあなんかそこがね、なんか他の療法というか、なんか対症療法とかと全然違うし、よりいい、なんていうのかな、魂のレベルというか、で、ただ病気がなくなる、その症状が、なんていうのか、症状を感じなくなるだけみたいなのと違って、もう一段階上の、なんか、ね、ステップに上がれるっていうか、なんかそういうのがね、すごいホメオパシーやっててすごいなっていつも思うんですよね。そうですね。ね、そんなお手伝いができるっていうね、本当なんか私たちの仕事、すごいいい仕事選んだな、みたいな。なんかヒラリー・ドリアン先生が日本にいらして、フレグランスジャーナル社さんのアロマトピア、このね、ホメオパシー周知週間もフレグランスジャーナル社さんが全面に講演してくださってるんですけども、そこでアロマトピアという雑誌があって、そこで、インタビューがあったんですけど、その時に私たち通訳として一緒にいて、で、もう最後の最後で、ヒラリー・ドリアン先生に、なんかホメオパシーの、なんか日本のホメオパスに一言お願いします。うんって言ったら、そのヒラリーが、もう私たちは素晴らしいね、この世で一番の最高の職業を選んでるっていうことを話し始めたんですよね。もう泣いてて。すごいなんか、いやもうそんな、みたいな感じで。もうね、なんか本当にでも、実際にやってみるとそう思うし、ね、これ、ここまでこう、なんていうのかな、人生を、よりよくできるものっていうのは、他にあるのかなって、思うぐらいな経験を多分ね、うん、皆さんしてると思うんですけど、で、なんかそう、ちょっとまだまだね、いろんなホメオパシーのお話、ホメオパシーじゃない、食のお話もすごい、ジャマイカどうなの、トンガどうなのみたいな、なんか、どうなのみたいな、なんかすごい、いろいろオーストリアも含めて聞きたいところなんですけど、だいぶ時間もなくなってきているので、最後にね、ちょっとなんか、まあ、これホメオパシー周知週間なので、皆さんがね、こうホメオパシー、みんなに使ってほしいなって、思ったりとか感動した体験とかなんかあったら一人ずつちょっとお話聞いて終わりにしたいなと思うんですけども、じゃあ
どうしましょう、どっから行きましょうか。じゃあ私の隣にいる雅子さんからお話ししてもらっていいですか。で、あの雅子さん終わったら誰か次の人を指名していきましょう。はい。そうですね。まあ、慢性病になったらね、ホメオパスにかかるのが、早いと思うんですけど、キットとかもね、ヘリオスさんでも売られてますし、気軽にご家庭で使える安心して。キット使うときはこちらが。そうですね。本もありますので、気軽にぜひ使っていただいて、まあ、本来の自分、を取り戻、どんどん本来の自分に戻っていけますのでね、ぜひ気軽に使っていただきたいなと思います。はい。ありがとうございます。トンガのエリコさん、お願いします。はい。トンガ、日本にいるんですけどね。はい。はい。そうですね。私も、気軽にホメオパシーを皆さんに使ってもらいたいなっていうのがとてもあって、本当はその、なんていうのかな、セルフケアじゃなくて、ちゃんと専門家に見てもらってっていうのが一番いいって言えば一番いいんでしょうけど、そうなるとまたね、費用的なものにしろ、時間的なものにしろ、ハードルが一段ちょっと高くなってしまうので、だから、使わないってなるのはすごくもったいないなと思っているので、気軽に、使ってもらって、それで気に入ってもっとさらにって思った時に、ホメオパスのところに来てくれればいいかなというふうに思って、ずっと、ホメオパシーのセルフケア講座とかを開いてきました。で、また今年もやりますので、興味のある方はぜひと思ってます。で、他のいろんなホメオパスの方がね、そうやってお話ししてくれる機会っていうのを、作ってると思うので、本で、独学で勉強して使ってるっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、やっぱりね、一度話をちゃんと聞くと、またその本読んだ時の印象とか、頭に入ってき方とか変わってくると思うので、うん、ね、ぜひホメオパスから話を聞くっていう機会を持ってください。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ次、ミッチー。はい。ですね、ホメオパスをしていて日々思うことは、もう本当に、こう、クライアントさんたちが健康レベルが上がっていくんですよね。もっと一皮むけるみたいな表現がすごくぴったりだと思うんですけど、つるりとむけた後のその爽快さみたいなのを、皆さん経験されるとね、なんかやっぱりその、食べるものに関する考え方とか、その体に取り入れるものへの考え方とか、いろんなことが変わってくるんですよね。で、それって生き方も変わってくるみたいなね。そこまでのレベルで人が変わっていくので、本当にね、体験しないのは損ですよっていうふうに思います。うん。で、さっきね、セルフケアでっていう話ありましたけど、やっぱり自分で選ぶのって結構闇雲にいろんなの取っちゃったりするじゃないですか。で、今のホメオパスさんたちって、その急性相談ってね、例えば風邪とか下痢とか、そういう小さなことでも相談できる枠を設けてる方がたくさんいるので、本当にね、気軽に相談してほしいですね。本当に、ホメオパスってこういう選び方するんだっていう、そういう、すごく勉強にもなるしね。うん。なので、ぜひぜひ、気軽に相談してほしいと思います。うん。ありがとうございます。じゃあ最後にひろこさん。はい。私ももう皆さんと全く同感なんですけれども、まあ、自分でそのセルフケアで使う場合は自分で経験しないとわからない。あ、こういうふうに飲むと変わるんだとか、自分で体験するのも面白い経験だと思うので、なんていうのかな、怖がらずに積極的に使ってもらいたいなと思いますし、あと慢性の方で悩んでいる方も、すごくホメオパシーハードルが高いと思う方もやっぱりいらっしゃると思うんですけれど、やはり皆さんが同じようにおっしゃってたように、経験すると、なんていうのかな、やっぱりホメオパシーって自分の中にこう旅する感じなんですよね。生活の仕方とか、ものの考え方とか、そう、自分への接し方とか、まあ、その、なんていうかな、自分の中に旅するような、その、ね、ミッチーさんもおっしゃってましたけど、本当に、考え方が変わったり、生活が変わったり、人との接し方が変わったり、まあ、する、まあ、すごく深い旅になるので、まあ、その経験もすごく、
生きていく中で面白いかなと思います。まあ、それを、うん、まあ、そう言うとすごくまたハードルが高くなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、それを一つの楽しみとして、楽しみながらこう体験していただけるといいなと思います。本当ですね。こうね、ありがとうございます。なんかこうね、変化をしていくって恐怖というかちょっとね、不安を伴ったりすることもあるかもしれないんですけど、でもホメオパシーのいいところは、こう、ホメオパスが伴走してくれるんですよね。一人で知らない道をね、なんかマラソンしてずっと走り続けるんじゃなくて、一緒にね、走ってくれて、必要な時にこう、水をくれたりとか、タオルをくれたりするようにレメディーをね、与えてくれるホメオパスが一緒にいるっていうのはすごく心強いことだと思うんですよね。例えばなんかね、お酒をギブアップしたいとか、なんかタバコをやめたいとかかもしれないし、もうなんかね、病気を治したいかもしれないんですけど、なんかいろんなね、要素がそれぞれあって、で、その自分らしく生きるためのその道のりをね、一緒にこう辿っていく、そして応援してくれる人がいるっていうのは、何かもう全然違う体験になると思います。まあ、ぜひね、皆さんも勇気を出して、ホメオパシーをぜひ使ってみてもらえたらと思うんですが、そう、皆さんもおっしゃってた通り、こういったね、これは私が書いたホメオパシーの薬箱という本なんですけど、まあ、これだけじゃなくてね、いろんな本もありますので、ホメオパシー見ていただいて、もしね、そのホメオパスに行くのはちょっと最初からっていう人は、1個2個ね、なんか自分でちょっとレメディ使ってみてみたいのもいいかもしれないですし、例えばね、怪我の時にはアーニカを取るとか、飲みすぎた時にナックスボミカを取るみたいな基本のね、こうあんまり選ばなくても使えるようなレメディもありますので、そういうのから入ってもらってね、なんかもっと知りたいって思ってもらうっていうのもいいのかなと思って。保育園の話が出たので、宣伝をさせていただきますとですね、こちらの、動画配信、一連の世界ホメオパシー周知週間の、動画なり参加をしてくださった方たちに、感想をね、いただいているんですけども、その感想をね、書いていただくと、今、ここに書いてあるような、いろんなプレゼントが当たります。で、それと同時に特典としてですね、このホメオパシーの薬箱の、セルフケアの講座、私がやっているものを、割引で、この視聴者価格で受けられるように設定をしています。とてもお得ですので、ぜひ、ちょっと検討していただければ嬉しいです。とですね、ホメオパシーの薬箱 5月から、3本始まります。1個は対面で、今ここに書いてあります、世田谷区にある、三軒茶屋のみつる堂さんという、とてもこだわった、心みつる暮らしをというのをテーマにしている、まさにホメオパシーの原点のような言葉を使っている、レストランで、ホメオパシーの講座が始まります。あともう1個は、八ヶ岳の原村で、始まるのがあるんですね。それも対面です。で、あともう一個、オンラインで、原村にも、みつる堂さんにも行くのがちょっと大変だわっていう方、原村はごめんなさい、ワンズワースさんという、イギリスのアンティークものを扱っているショップと、あとカフェと、ペンションをされている、本当イギリスに来たみたいな感じに錯覚するような素敵な場所なんですけども、そちらの方で始まります。で、オンラインはですね、いろんなところから、海外からも日本からも参加できるように、なかなかね、日程が合わないっていう方も、録画視聴ができるような形で行っていきますので、もしよろしければ、ご参加いただけたら嬉しいです。はい。で、その他、いろんなね、アフターセミナーもご用意しております。16日の日には、このね、なんか、ホメオパシー周知週間できっかけに、ホメオパシーもうちょっと知りたいわって思った方のために、初めてのホメオパシーの、2時間の、こう、1時間半かな、の講座を行うことにしています。オンラインでしますので、もしよかったらそちらの方にもご参加ください。あとですね、スポーツをやってる方たち向けのホメオパシーですとか、今この登壇された方たちと一緒に講座をやったりするものもあります。いろんなイベントは、このキルクルス .jp/ニュースというところから見ていただければ、
いろいろ情報が得られると思います。あとですね、この1週間の、お話をしてくださる方たちのそれぞれの1個ずつのね、紹介ページなどもありますので、ぜひそちらも見ていただければとても嬉しいです。あとですね、私たち新月の日にメルマガを発行しています。そちらの方で先ほどのね、こういったセルフケアで使えるようなアドバイスだったりとか、あとキルクルスで行うイベントなどのご紹介をさせていただいてますので、もしよろしければ、この概要欄にリンクがありますので、メルマガ登録もしていただければ嬉しいです。で、一連のこのお話は、アーカイブで、YouTube のキルクルスチャンネルに行っていただきますと、WHAW、ホメオパシーアウェアネスウィークの略で、WHAW2022 っていうフォルダがありまして、再生リストになってますので、そちらの方で、またアーカイブで見ることができます。もしね、動画を見て面白いなと思った方がいたら、そちらのアーカイブの方をお友達などに紹介していただいたりとか、シェアしていただけたらとても嬉しいです。これでね、世界中にホメオパシーが広まって、ね、ホメオパシーの恩恵を、こう、必要な人に届けて、受けていただけるようにしていけたらとても嬉しいと思います。はい。いろいろなお知らせをちょっとね、矢継ぎ早に言っちゃいましたが、概要欄にいろいろありますので見ていただければと思います。はい。では今日は、各国から時間が違う中合わせてくれてくださいまして、ありがとうございました。皆さんとても楽しいお話ができました。ありがとうございます。はい。あと、視聴者の方たちも、1時間見てくださいまして、ありがとうございました。また、明日以降も続きますので、最後まで一緒に駆け抜けていただけたら嬉しいです。あとね、ホメオパシーをこの1週間、みんなで、本当に広めていけたらと思いますので、ぜひご協力いただければ嬉しいです。では、今日はこの辺にして、終わりにしたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。